おはようございます。特化塾の久保です。今日は完全に私事で連絡をさせていただいております。皆様のお役には立たない放送かもしれません。もうご存知の通り、昨日ね、私の家に、子供が生まれたと、息子が生まれまして、名前を大和くんというふうにね、久保大和というふうに名前を付けさせていただきました。そしてですね、昨日今日にかけて、メールですとか Facebook のメッセージ、 LINE、YouTube、あらゆるね SNS で私のところに皆様から、世界中からね、本当にお祝いのメッセージをいただきました。現在数えてはいないんですけども、200通弱になるかなと思います。大和くんのね、最初の誕生日にこれほど多くの方から声をかけていただくこと、本当に素晴らしいプレゼントになりました。私はね、それほどまでのことをできてはいなかったかもしれませんけども、それを取り戻す意味でも、これから皆さんに役に立てるようにね、そして正直に、情報発信、YouTube 活動させていただこうかと思います。そしてこれからも変わりなく皆様のところにまた足を向けてね、お会いしにいた、会いに行こうかなと思いますので、その時はね、すぐにはちょっと無理なんですけども、家族3人で行ければなというところもあります。でこれからどうするかということなんですけども、これからしばらくは、と言いますかね、当然ですけども、家族の活動になってくると思います。だから情報発信がね、やっぱテーマは、即家族ってのは精神的な家族ですよっていうメッセージもね、お届けしていましたし、結局ね、私たちが最後に帰るところって家族なんですよ。その家族が生物学的に生まれ落ちたお父さんお母さんの家族なのか、それとも精神的につながって人生の途中でね、この人と一生付き合っていこうとする、新しい家族なのか、それとも仲間なのか、コミュニティなのかっていうところはありますけども、これからもこの即家塾っていうものに関しましては、私がね、お父さんみたいな感じで、それから皆さんと お母さんもいれば、妹さんもいれば、お兄ちゃんもいればみたいな、本当に大きなね、親子5世代ぐらいの家族で一つの軍団が作っていければいいかなと思ってます。本当にね、なんかふわふわしたような感じですけども、変わりなく放送できることは本当嬉しいなと思います。いずれまた別の形でね、皆さんとはお会いできると思いますので、それまではまた YouTube 活動の中で、こうやってね、お付き合いいただければと思います。それではまた病院の方に行きますんで、午後の放送お待ちください。今日はちょっと放送遅れますけども、すいません。8時から9時の間には、更新情報を皆さんのところにお届けしようかと思います。それからですね、昨日今日にかけて即家塾に参加してくださってる方もいるんですよ。毎日のようにいると言ったら大げさなんですけども、ここね、半年ぐらいは3日に1度とか1週間に1度の即家塾の新規会員さんということになってたんですけども、11月11日にピタッとね、即家塾への参加を決めてくださった方、あとちょっとお名前は出しませんけども、なんかね、対応遅れちゃってすいません、ずっと病院にいましたんでね、それからこういうね、記念日といいますか、いわくのある日に一緒にね、即家塾というものを作ってくださってるそのメンバー様、それからここまでね、お付き合いいただいた多くの皆様にまた改めて感謝しようかと思います。ありがとうございます。それでは本日は以上です。すいません、こんなつまらないっていうかね、何の役にも立たないかもしれませんけど、私の感情だけの放送になってしまいました。それでは失礼します。ありがとうございます。